どうも、ゆうちです。はい。ということで、今回もジョブ研の時間がやってまいりました。はい。ということで、今回も求人業界のスーパーマリオ、ナベさんと一緒にやっていきたいと思います。よろしくお願いしまーす。てっ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 て。いや、ということで、はい。はい。今回ご紹介するお仕事は、こちら。施工管理。はい。ということで。はい、施工管理。はい。ですね。はい。全然わかりません。はい、すいません、よく聞く、よく見る、求人でも見る、はいはいはい、本当に見る、施工管理募集中、はい、結構見ます、はい、そうですね、うん、何の仕事って感じですね。ね、はい、まあ、さっきこれをね撮る前にちょっと打ち合わせした時にユージ君が壁塗ってそう、そう、壁塗ってそれちげえだろっていう話はしてきました。あの床塗ってそう、はい、壁塗ってそうみたいなそれはまた別の職種ということで、はい、申し訳ないです。あの全国の施工管理で、はい、すいませんということで、はい、ちょっと勉強していきますんで、はい、ということで、まあ、どんなお仕事ですか、はい、どんな仕事ですか、はい、まあ、ざっくり言うとですけど、はい、工事現場の監督さんです。あ、そうなの、そうなの。現場監督さん、現場監督です。は、うん、簡単に言うとですけど全然違ったそうなんです。で、施工管理っていうのは、施工って何かっていうと、例えば建物を建てる、うん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 、時の、地ならしから始まって、上物をちゃんと設計して建てる。はいはいはい。っていう、まあ一連のことを、まあ施工って言うんですけど。なるほど。それを、まあ管理する立場の人なんですね。ああ、うん。あ、じゃあよくあの、ヘルメットかぶって、スーツ着て、はい、バインダー持って、あ、建てる。そうそうそう。まあ、それにちょっと近いかもしれない。あ、近いですか。まあ、それが、ちょっとイメージがわかんないですけど。そうね、あの、コーヒー、はい、コーヒーの CM がすごい頭に浮かんじゃってて。あれね。あれね。はい。まあ、嫌いじゃないですけど。この施工管理っていうのも、何種類か実はあってですね。あ、なるほど。まず資格が必要ですと。まあ、施工管理技師っていう資格で、まあ、2級、1級ってあるんですけど。そのまんま。まあ、ただ、施工管理の前にですね、言葉がつくんです。お、土木施工管理技師と建築施工管理技師と、あと観光事施工管理技師って。観光事、観光事ってあの管、管の工事。缶コーヒーじゃなくて。缶コーヒーではない缶コーヒーではない、そっち引っ張られてる例えばガス管とか水道管が、水道管とかそういうやつです。なるほど、はい、あれもちゃんとこう設計をちゃんとしていかないと当然大変なことじゃないですか、はい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 、だそういったものもちゃんと資格としてあるんですね。はい、資格を取るための勉強をしながら。もちろんです。施工管理を実際現役でやられてる方って、どういう方が多いかっていうと、うん、例えば大学だったら、理系の建築土木系を出られてる方とか、建築土木系の専門学校とか、もしくは工業高校出られたりとか。なるほど。高専とかも結構ですね。ありますよね。なんで割とそういったこう基礎ベースがありつつ、なおかつまあ就職してから専門特化していくっていうパターンが多いかなと。あ、じゃあ結構もうそれになるために勉強してる人たちが多いっていう。多いです。で、あとそのお仕事の内容としては、はい、さっきざっくりとね、監督ってお話ししたんですけど、そうそうそう、もうちょっと詳しくちょっと。はい。建築とか土木によって全然また違うんですけど、はい。まあ一つ現場を任されますと。うん。うん。例えば住宅を建てますとか、はあ、った時に、まず基礎部分を作ります。なるほど。次に上物を作ります、うん、上物ってお家ですね。お家のことです、建てますで、まあ、そこを作った後にちゃんと引き渡しまで責任を持ってやる、はいはい、あ、引き渡しまで責任を持つと。で、そのために実はあの4管理、4大管理って言われるんですけど、ほう、それが必要なんですね。何かっていうと、一つはまず原価管理、莫大なお金がかかるわけですよ。あ、そう、ね、それも、そう、例えば、当然、その、関係業者の人も雇うというか、お願いしないといけないし、そういう人たちとこう一緒に打ち合わせをしながら進めていくっていう中で、うん、じゃあ何人必要なのかとか、なるほど、それとお金って全然変わってくる。そうです。あと、資材はじゃあどうするのかとか、搬入どうするのとかっていうのを全部、そこを管理をしていく。そういった、まあ、原価の管理が一つあって、あとはその工程管理っていうのはスケジュール管理ですね。うん、うん。工費が決まっているので、じゃあいついつまでに全部完成させなきゃいけない。なった時に、じゃあどのタイミングどこまでやるのかっていうのをちゃんと管理をしていくと。で、あとは、品質管理。品質ね、うん、はい、当然これはね、品質をちゃんと担保しなきゃいけないっていう。それは大事です。はい。で、あとこれは本当に大事なんですけど、安全管理。安全ね、はい、もっと大事じゃん。まあ、近隣の方々への迷惑をかけないっていうのもそうですし、はいはい、あとはまあ実際こうね、お願いして働いていただいている方の安全、そうですね、もうしっかりと守らなきゃいけない。まあ、このいわゆる四大管理っていうところが、まあ基本的なその施工管理のもう原則。なるほど。いや、本当に四大です。めちゃくちゃ重要な四つです。はい。これって転職でなったりとかっていう。あります、あります。ありますか？全然あります。そういう場合って資格は会社に入ってからってことですか？ですね、いわゆるこう即戦力で募集する場合と未経験 OK って2つのパターンがあるんですよ。なるほど。で、即戦力の採用の場合は、
例えば他のところで施工管理やってましたっていう方がもう少し待遇いいところに転職したい、なるほどなるほど、ということで同職で転職したい、そうですっていうのが未経験の場合は実際未経験で入って下積みから始まって、うん、で、まあ、働きながらその資格も取ってもらってっていうパターンもあります。なるほど、はい、あ、じゃあ結構幅広く、幅広いですね、そういった意味で。なるほど、うん、これって結構求人では本当に見るんですよ。多いですね、うん、特に最近増えてます。増えてますよね、はい、そんだけ求人出されるとあれ誰になるじゃんなって思っちゃう。はい、ですよ、意欲があれば道は開けると思います、うん、あ、なるほど、うん、なんか学歴とかもそこまで関係なく結構問わないところも多いかもしれないですね最近。あ、うん、そうなんです。人手不足だったりもするし、うん、キャリアパスっていうところ、はいはい、今すごく多様化しているので、ただそうなるための資質は結構大事で、現場仕事なんですよ。こうなんか雰囲気って皆さんあのイメージすると思うんですけど、そうやってるって、そうです、まあそれはありますけど、あとはその中でのコミュニケーション力がすごく大事なんですよ。もういろんな職人さんがいるわけですよね、うん、でそういった方々を取りまとめていかなきゃいけない。そうですね、リーダーですもんね。リーダーなんですよ。だけど職人さんの中にはすごいベテランの職人かたぎの人もいらっしゃれば、俺が言ってんだから、そういうもういぶし銀のね、おばさんの方もいらっしゃれば、全く逆のパターンもあるわけですよ。ほう、うん、もういや、もうこれしかやんない、できねえからみたいな人。あ、なるほど。そういう人にもちゃんと気持ちよく仕事をしていただく、うん、大変そうだ。ある意味こうそれを取りまとめる統率力って情報を求めないかもしれないですね。じゃない、人望厚い人とかなんかそういう方が結構向いてるかもしれない。ただ引き受けていくというよりかは、そういった方に対して可愛がられるタイプっていいかもしれない。あ、なるほど、うん、あんまり引っ張っていくってなるとちょっとハードル上がっちゃうんですけど、そうですね、うん、確かに。そう、こいつはいいことだったらちょっとしょうがねえなみたいな、もう結構見とねえかみたいな、そうそうそう、そういう人ですね。あ、確かに、まあ、でもなんか今想像しただけでもちょっと現場ほっこりしましたね、はい、であとキャリアパスとしては、まあ、実際こう施工管理で経験を積んで、はい、でも今本当に50代60代の人でも全然現役で頑張ってるんですよ。いや、そうですよ、はい、な長く働けるっていうのもありますし、そこから独立をするっていうことも独立、施工管理の会社として例えば建築会社を作るとかそういったことをやるっていう人もいますね。結構関わりとかありました？取材とかしてて。めちゃくちゃあります。ありますよ、ね、あります。多いですもんね。多いですね、多いですし、結構僕建築土木系多いんですよ。あ、そうなんですか。そう、最近特にそうなんですけど。へえ。実際もう現場見させてもらったりとか。あ、現場も見てたりとか、ヘルメットかぶらせていただいて。へえ、すげえ。やったりします。なんか楽しいですよ。あ、楽しい。取材するだけですけど気持ちいいというか、物が出来上がっていくのをこう感じて、うん、そう、なんかね、物作りのこう楽しさ、住まいだったらそこに人が住むわけですよ、うん、そういうなんかイメージしながら作っていくのって結構ワクワクするんじゃないかなっていう。確かに結構きつい仕事なのかなっていう、やっぱりこう土木関係系のイメージはあるんですよ、はい、施工関係っていうこの4文字を見ると、なんですけど、やっぱりそういう話を聞いてくるとやりがいありそうだなっていう気は。やりがい大きいでしょう。だって後に残るんですか、自分の仕事が。これも家とかマンションだけではなくて、駅であったりとか、そう、そう、歴史的な建造物にかかることもありますね。そう、だから僕武蔵小杉の中高に通ってたんですけど、うんうん、僕が中学に入った時に着手されたどでけえマンション3棟が僕が高校卒業する頃に出来上がってて、なるほど、そこにも施工管理の人がいるってことですよね。そうです。あ、そういう経験ありますよね。僕も高校の人でした。千葉だったんですけど、幕張メッセってあるじゃないですか、はい、あれが建設中だったんです、僕大学の時。3年間ずっと建設の主張と聞いて、すげえ。で、それができた時はこんなすげえの作ったんだと思って、そう、僕もそう、駅からすげえのが見えるようになったんだよ。何もなかったところがあんなすごいの作っちゃうって、やっぱすごいなと思いますよ、本当に。それを統率してる方っていうのは、ね、はい、かなりやりがいはね、あると思います、はい、ということで今回施工管理のお仕事についてお話をさせていただきました、はい、何かありがとうございました。いや、もう毎回それですか。そろそろ諦めてもいいんじゃないでしょうか。一言で、うん、そうですね、施工管理を一言で言うと、はい、自分の仕事が何十年何百年って残る職種、うんうんうん、だと思います、はい、なので歴史に残る仕事、お、うん、歴史に残る仕事、はい、確かにそうですよね、うん、東京駅が作られた時ですら施工管理の人間は存在していたと。もちろんです、
はい、そういうことですもんね。だって2010年ってあのね、東京駅の赤レンガのところってリニューアルしたじゃないですか。はいはい、しましたね。その当時の設計図面を今の人が見ながら、そう、うん、その人たちの思いを引き継いで自分たちも作るんだっていうモチベーションで作られたらしいんですよ。すげえ熱い。熱いですね。本当に時を超えて繋がるわけですよ。めちゃくちゃ熱い。うん、あ、今のもいいっすね。時を超えて。マジですか。じゃあそっち聞いたの。時を超えるあの仕事っていう。両方。はい、ということで、はいはい、今回施工管理のお仕事をお話しさせていただきました、はいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。気になるお仕事とかあればぜひコメント欄の方に書いていってください、チャンネル登録、高評価、それから Twitter のフォローなどもお待ちしております。それでは次回の条件でお会いしましょう。